登山鉄砲隊さらっあばーごめん立ち合いなし一斉射構えイブタークラッハネーああ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 あ立ち話し鶴瓶内構えゆうたーくれ隊長より放て
縦切りの話一斉射撃構え。イブトー切れ。離れ。あと2発ありますので、4発目参ります。カモン、コもうちょっと来て、いや、打つときは下がったね。ちょっと記念写真撮るよね。また後で最後にありますけど、近づくと危ないんで。次の話、鶴瓶内、構え。リブト、切れ。隊長より、放て。すげえ音や。すげえ音や。一度の音はどうなの。次が最後になりますが、誰か最後に一緒に、放ての。声かけをされる方いらっしゃったら一緒におられませんか。声からの掛け声をかけられる方誰かいらっしゃいますか。あと私ですと掛け声しますので、最後にキルタチエと声かけますから、キルタチエ1、2、離せって言ってもらったら、はい、はい、じゃあ最後いきます。カモー、コメン。千鳥話一斉射撃構え。イブター切れ。放て。もう一発。ちょっと待ってね。あります。大きいのがあります。すごいですね。すごいですね。あと、ちょっと違うんですけど、火縄銃、ちょっと大きめな、サムライツという火縄銃がありまして、それをちょっと打たせていただきます。
はい、今から撃ちますのは、私たちが撃ってた火縄銃よりも大きなものです。口径がですね、だいたい僕が今持ってるやつはだいたい1センチぐらいなんですけど、あれ、まあ、2センチ倍ぐらいの大きさのものになりまして、使用するタイプも、5倍ぐらいになるんですかね。5倍、ちょうど5倍、ちょうど5倍、それぐらいのもので大変すごい音がします。避難銃の音をよく雷の音のように例えられてましたが、本当に雷が鳴ったような音がしますので、皆さんご覚悟をお願いします。ちなみにですね、今から撃つ火縄銃の方はですね、大洲市、地元の大洲市の川辺町の方から出てきたというか、残っておりました火縄銃でございまして、非常に大洲と縁の深い火縄銃になっています。そしたら準備の方ができましたので、号令の方をかけて撃ちたいと思います。構え！キビタアキレ！派手！